地獄のそこまで追いかけてその体を切り裂いてあげるからはい皆さん、グンバイマイケンケですさあ、えー、ちょっと前,前、あのー、からスタートしなきゃいけなかったんで今ちょっともう一回再度プレイし直して、えー、ここまで戻ってきましたここからどうなるのか全くわからないのでちょっと恐怖でしかないんですけど多分あの人追いかけてきますよね。 急いだほうがいいんでしょうけど、えー、よくわからないけど。暗いんだよな基本的に。えいなんだハンドガン。でも、あこれね。ハンドガンが効くとは思えないんだよなこ俺、追いかけられるのが一番苦手なんで。これ、来ますよ。 まだ今これロ屋ヤーの中だから安心だけどこれ開いた瞬間出てくる <laughs> うわー怖えー、この地下路あそこ出口かああ どういう仕組みになってんだ鉄格子がいっぱいありますよね。とりあえずこの中は逃げれない状態になってる。そうだよね。だから奥、奥行かなきゃいけない。こえ。ー <laughs> ああ、そこにスイッチある。とりあえず取っとくか。 お金おオッケーアイテムは全部取ったはぁーいっうわうわわわうわうわおーバラバラに切り刻んである可愛 <laughs> い,い我が子に会う前にね <laughs> えこれどうしたらいいのうわあああああ右手ってあいたああ時間あ <laughs> どっちから来てんのああああああ,あ,あ, <laughs> あれどこだこれああ怖えああやばいあ <laughs> ああ久々に怖かった待って今の今の状態ってどうなの回復する必要あんのかなあマックスかえー、マックスであの一撃で死ぬのかだからガードちゃんとしないとダメですねそうかうわ痛いなてかどうすんの手切られてうっはここ怖逃げられここやばい

ああやばい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 怖怖怖怖怖怖あああそこあいたかよしよしよし エフェッター的なああ,あー怖い <laughs> いやいや <laughs> え嘘<ー笑><うそー笑> <laughs> ああここは一番怖かったかも <laughs>。 <laughs> すっげえ回復は。あーやばかった怖あーあー怖かったえっあえー、っとー あ,ーあの仮面ゲットしたから戻んなきゃいけないんだねんかいるなあ,ああいいやいいのかな戻ってあ,あどれだろう カああ、えー、鍵はしかもなくなんないこのマスクではないこれかおんあー もう完全にどこに行ったらいいか分かんなくなっちゃったなえー、っとーあーじゃあなんだ一旦ちょっとあのお金が <laughs> あーあびっくりしたおお <laughs> ここにいたんだ <laughs> びっくりしたそれはなんとも残念でしたな まあこの城を出る頃にはまた道も開けましょう。何か必要なものはありますかなどうぞいらっしゃいきっと新しい発見がありますぞ。ああ、セーブか。なんだこれ。なんだろう えー、ノルシュティンの迷宮模型、19世紀末の造形作家の作。祖国で異端の落印を押され、放浪の果てに村にたどり着いたという。ノルシュティンは、古城、丘の館、水車、鉄橋の4作品を作り上げた後、拳銃で頭を打って自殺した。模型は可動式になっており、専用の金属器を終点に導く遊具になっている。 4つの模型にはそれぞれ色水、ん食水晶であやどられた人骨が収められている。一説によると、これらは彼の愛した4人の妻の遺骨であるとも言われている。ああ、でもボールがないからな。とりあえず、あのアイテム買う前に一旦セーブして、これで変な、もし買い物とかしちゃったらやり直せるように。 なんかね、攻略で読んだんだけど、拳銃の弾がなんか、ただ、ただとか、だけど、全然ただじゃないよね。なんだったの ?9000 <laughs> か。あー、いけますね、カスタマイズ。あー、ー通常、こういう場合、ショットガンじゃなくて、ハンドガンを改造する、威力、上げたいですね。 ああ、どうだろうなー。連射速度。うーん、まあでも、ここかな。ああうん。装填速度。いや、連射速度かな。まずは、まずは、えー、アイテムの売却とかいらないあ、換金アイテムだ、これ。 換金アイテムって書いてあるやつは多分換金しちゃった方がいいんでしょうね。これもそうだな。使わないから。これもそうだ。ああ、でもな、でもな、これ、バイオハザード通常だと、あの、こういうアイテム集めると全部、あの、水晶みたいなの、4だとありましたよね。王冠かなんかに全部の、あの、宝石を入れてっていう。まあでもいいのかな。あ、売るか。とりあえず。 最初のプレイだからカスタマイズこれ全部カスタマイズしたらどうなるの ?3 個目がアンロックされるとかあ、ないなそうショットガンもチューナップしとこう,うあーああそう 相談数あげたいけどね、もうちょっと待っておこう。アイテム購入は。あレシピ、ショットガン、うん。う これ欲しいなぁ。ためとくか。OK。いい感じだな。で、どこに行きたかったんだっけあ、なんか。あーそっか、今見たやつか。ロビー、うーん。どこ行かなきゃいけないんだろうなアイテム。 重要アイテムもあそっかこの鍵があるから入れなかったとこに行けるかもしれないな2階のあのー、あれ<何>うわーマジかえ待たせてないえここって入ってくんのかなここセーフルームって書いてありましたよね ちょっと待って。なんて書いてあった。あ、ワインルームか。ええー。ああ、やめて。マジか。<laughs> どこに行くか探さなきゃいけないんだうわか勘弁してくれよここはあーいけるここだあっ仮面あったマジで基本的に部屋には入ってこれないのかあっそういう仕組み あロックかかっちゃって？うわーうわ <laughs> すっげえ嫌な予感する <laughs> 銀の指輪かこの曲何なんだ仮面取ったからね何もないよな スクラップ、あーどうしよう作っとこうかなー弾うーん回復1個しかないけどとりあえずはいっかショットガンの弾作れるようになるレシピ取っといたほうがいいのかないろいろ考えてしまうなショットガンの弾あるなこれこれなんか来そうだな <laughs> これ来るなあまあでもこれいきなりショットガンの弾装備してえっうわーやめてーマジっすか <laughs> ああ衝撃で崩せそう。 が濃くなんでしょうね衝撃って何痛い痛い痛いうわー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 わわ衝撃って何だろうショットガンってことわからん <laughs> ショットガンでこれあ来た来た 見たあれ衝撃って何わ <laughs> かんない <laughs> まさかナイフのナイフ <laughs>、うわーもうこれ殺される衝撃あっあわ分かったそういうことああち,ちょっと待って <laughs> 殺してくれ分かった 衝撃ってあれだ多分 <laughs> えー、ショットガン使いすぎたから殺してほしい <laughs> あーなるほど多分ねあのあれですわこれだ そういういことですよねきっとねあそこのデスクの上にあったんじゃないかなと思うんですよさっきチンタラチンタラしてたんであ待ってパイプ爆弾これだ開けてき <laughs> たー

オっしゃーれた危ねー危なかった <laughs> ああ気づいてよかったわ危なかった。 これは。待ってくれ。あの荷物が邪魔で出れないとか、そういうバグはない,ないですよね。<laughs> それは <laughs>。ええー、ちょっと待ってくれよ。明らかにここに行きたいんだけど。 うわうわうわちょっと待ってそんなことある出れないあ,あ違うあ、<laughs> 何かがああ入ったなんだあそこに戻るのかと思ってたここで一安心できないのがバイオハザードなんですよ <laughs> あれ、戻れたはいいけどこのままでは使えないあれでもこっから出れないなうん違うのか いや、でも、武器庫もう、ここは全部取りましたね。他先ないから、地図で見ても。どんなきゃいけないんだろうけど、あの、お面を戻しちゃったら、お面を戻、でも、戻せってことなのかなあ。ああ、開いた。うーん。え何の音 どうやって持ち帰るんだこれえわ、ー、からないなどう <laughs> なんだろうなんか。 違うってことまあ違うのかなまだだよってことか。ここらへん部もういってるよな。うわあなんか出てきそうで怖いんだよな。待たせたせ <laughs> これあ来るの 怖ある意味ここのこのドアのガードがや役に立ってて入ってこれないもん怖えー、<laughs> 怖すぎる おび、びった入ってくんだ、ここああ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 うわここ入ってくんのかなここまで来るあ来るの ここはさすがに来ないんだうわーおここをどうするかだな早くいなく,いなくなってくれないと。<laughs> ー音聞こえますね。 えーっとえー、あのあの仮面持ち帰れないのかなわかんないなどうしたらいいんだろうこの拾ってでもこの拾ってきたアイテムどっかで使えるはずだと思うんですよね どうなんだろうちょっと待ってくださいね。やっぱりねここが怪しいと思うんですよね。あわかったそういうことだ。これ見なきゃいけないんだ。たぶん。そういうことか。でこれをさせばいいんだ。ここに。 ああそういうことかできたこれ今思ったんですけど走るとやっぱりあれですねバレますねだから走っちゃいけないゆっくりあの歩けばやつもやつも気づかないっていうか今言いましたね走っちゃダメですね じゃあ、二つえマスクゲットしたんで、もう一個。ここは確実にいけないですよね。え、面とか模型、OK、っての弾がないんだよな。どうやってやんだろうな。わからんな。 とりあえずあれですよねどこに行くかわかんないゲームは結構苦手なんですよ走っちゃいけないからうんとりあえずあ食堂行ってみましょうか バレそうで怖いおあここいったなこ、あここ行ってないあれここ何だああここ来たわあーあれでアイテムあったとこだうわここでもうーん,うーんとりあえず出るか ここで、えー、えー、左、あっ、ん鍵ちょっと待てよ。あっ、あっち行ってないな。あの鍵があるから、やっとここ入れるってことだ。なるほど。これ、開くの、この別館、別館か。OK。ああ、よかった。次の、なんかやんなきゃいけないことが見えてきた。 上に行くか、一階に行くか、一階だな。なあー、ダメだわ。上だわ。うんー。 奥様の口紅を見つけたものは浴槽に戻しておくこと、非常に高価な特注品です。決してよからぬ心を起こさぬように。うん。<laughs> 待って、これ結構でかいのかおお。音がやばい。ああ、でもこっち行けないわ。開かないね。 まあ、46発あるからああいる <laughs> 遠くから相手すんのは得意だけど。 花瓶の中になんかあるようなふうに見えたんだけど。えー、術後1日目、処置が終わってから3人とも死んだように動かない。長女となる娘の口から1匹の羽虫が出る、エのように見える。3人の体に無数の虫が湧いている、体の各部が虫に食われているように見える。窓を開けると虫がポロポロと床に落ち。 どうやら冷気に当たると硬直する性質らしい、慌てて窓を閉じる。ほぼ全身を虫に食い尽くされた、人型の黒いたん塊がおごめいている。昼過ぎ、娘たちの体の部位ごとに虫の色が変化してくる。顔の虫は青白く。唇の虫は赤くといった具合。虫の魂、え塊が娘たちの姿に戻る。もう人間にしか見えない。 3人が起き上がり、私を見つめる、うつろな視線だが、親子の情を感じる、名前をもう決めてある、ベイラ、ダニエラ、そしてカサンドラ。あの、ガチ、あの数字とガチりますね。3人の娘が、いる、ですね。あ結構広いな、別館。あ、これ開けてみるか。ありますもんね、鍵ね。 なんかいいやつ来いスライパー持ってねえ <laughs> あー階段あるんだどうしようかな先によく行くか1階に降りるのはちょっと怖い <laughs> あこの玉使うんだ多分あのゲームでなるほどあの太った人がいたところのこの模型に多分ボールを入れてなんかやるんですねじゃあこの次に何やんなきゃいけないかはもう分かったからよかった うーん。ピアノがあるな。<laughs> このバイオのいいところは、拳銃装備してても、あの、アイテム壊せるボタンが出てくるのがいいですよね。おすごい。非常が家の中にあるな。あー、これあれだ。さっきの。<laughs> 出口でピアノピアノは気になるおえっ、ー、と学名なし体長5から6センチん体構造はオ黒クロバさっきの娘の体ねに似てるが顎が異常発達肉食性で性質は極めてなんとかカドゥーがん宿主の人体に すするることでの発生する乱う浮かんが化しており虫自体に生殖能力はない集合フェロモンで軍隊を形成し人間に擬態獲物を油断させ接近捕食する気持ち悪いな特徴として急激な気温変化に弱い特に摂氏10度以下の外気に触れると全身の筋肉が硬直し生命活動を停止するクマムシや眠りユースリカに見られる クリプトビオシスと似た状態。お状態か、これ。クリプトビオシスってあれじゃないですか。<laughs> 小島監督のあのゲーム。えー、出てきた名前が。<laughs> あ、<laughs> デス・ストランディングだ。出てきましたよね。気持ち悪いな。ってことは、あいつらは別に感情があるわけじゃなくて、虫、虫自体。 うわ、俺ピアノ弾けないよ。あ。ソグの。ソウの。 鉄格子の鍵ここもう終わりなような気がするなあ待ってでもあれまだ取れてないアイテムがあ,るあったかえあ鉄合子なん鉄で鉄合子か どだろうとりあえずあの太った人のとこ戻ろううわー邪魔だななるべく無駄な無駄打ちはしたくないどこでしたっけあの人いたのどっ置くか <laughs> 奥の左かええー、どこだここは絶対おまかせよ待てよ何か買えるんじゃないかアイテム売却、えー、関係アイテムうんモフマンデーだと仲取り価格ですよ あ武器も買えんのか。ちょっと待って、これじゃなくて。これか。うーん、悩むな、悩むな。 いやー、たぶん。ね良心的な価格で、ね、うーん。どれまあ。これ買えるこれなんだあアイテムスロット拡張か。うわー、これも悩むな。 これ重要だなぁ。どれいくかだなぁ。ショットガンの弾のレシピも欲しいけど。わ、すっげー悩むなぁ。まあ、まあ、今んとこでも苦労してないから。ここかなぁ。どれぐらい拡張したんだろう。うわっ結構拡張したわ。で、これだ。 何をしなきゃいけないんだろう、はあ、とりあえずボールを進めたらいいのかあやばい落ちないんだったらまあ別に。 ここに入れたらいいのか、ああやばいちょっと待った <laughs> 落ちる穴とかあったのかここに入れるのかなできたやったあこれで終わりこれは売るアイテムなのかな ああいいうーん地雷が作れるのも結構重うだよなこれ2つ買えるなどうしようかなー うわぁ悩むなぁ18かあ結構でかいわでもあ仮面もう一個つけてないなそういえばさっき拾ったんでしたよねおお来た来た来た <laughs> 怖いな。えー、っとあーそうだそうだあのー、鉄格子の鍵をもらったんですよね。それはどこで使うんだろうか 鉄格子っていうぐらいだから地下地下ですかね地下なのか欲望やあそうだやっぱそうだここだだからえー、っと生き方は 多分、記憶が確かだと、ここを左に、あ、えー、っと、どうっだっけあ、ここじゃないわ。ちゃいた。思いっきりボケてる。<laughs> ここの、ここ、ここでいけるはず。そうですよね、ここだな。 よく覚えてたな <laughs> 自分でも自分でもびっくりですわ通常こういうのあんま覚えてないんですけど <laughs> あのドアそういえば出たっけかあここは出れないうわあ何があるんだろう怖いなここ見ましたっけ やめどきが分かんなくなってきてるな面白いなさすがにもう敵は倒しましたからねちょっとな舐めぷしてますけど大丈夫かないきなり出てこないですよねここああ えああいやーもういいフフフフおおあ入ってくんのかやっぱた処理しなきゃダメだ OK つ,つったあれスピードが速いやつ買えばよかったか ままだいますね何もないあまだいるもう暗いしよく見えないしうわーどこああいた めちゃくちゃいるな。めちゃくちゃっつっても3体ぐらいか。ここ確か、あの、来ましたよね。来たけど、あそこの部屋だけ入れなかった。入れなかったんですよ。まぁ、あ、ちょっと戻ろう。もうここの部屋のトリックはなんとなく分かってるっていうか、これに火をつけてやんなきゃいけない、いけないんでしょうけど、 わなんだこれああまあこれかおパイプ爆弾パイプ爆弾ここにつかないか意味深なパイプハンドガンの弾お あ、わかったこれぶつけるんだわたぶんうかあ違う違う違うえー、っとそうだそういうことだ。 てるね。おお。なんだこれ,めれ。目玉。え。え、これだけ。おお、ある。目玉か。<laughs> 目玉か。 あーまあでもちょっと見た,見た方がいいな。あ、しかも目玉。これか。まるで瞳のような青い宝石。何かにはめ込まれていた跡がある。換金アイテム。組み合わせ可能。ああ、んかと合わせるとお金になるのか。え、じゃあ行く場所じゃなかったってことこれ。目的地じゃなかったのか。 うんここ今更先進んでも多分何もないですよね多分何もないですよねあ,ああ つ使っちゃってるけど大丈夫かな ?OK あーあ戻ってきた一旦セーブしますかまあ結構いいとこまで来たと思うんですよねこっからちょっとどこ行かなきゃいけないかがわからないんでまあとりあえずえー、今日ここまにしましょうかね えー、ここまでご視聴ありがとうございました。あ、待って。あ、関係ないか。えー、ま、あー、びっくりした。<laughs> また次回ご視聴よろしくお願いします。ピースアウト